こんにちは、ゆうです。バズダのおさんです。はい、今日は無課金サバが芝居の丸やっていきたいと思います。あ、髪切りました。はい、ついさっきまでね、これ動画撮ってる、今撮ってる前についさっき髪の毛切って帰ってきました。はい、どうですかね。もうモサモサヘアからやっとね脱却できて、もうほんま良かったです。あと、もう阪神のマジックもね、28やったっけ29やったっけ点灯したということで、おめでたい。あと今日お誕生日の方もおめでとうございます。はい、それでは今日やっていきたいのですね、ねタイトルとサムネ見てもらったら分かるように、柴犬丸系ちゃん、無課金柴犬丸が普段ねランクを上げてる編成をご紹介したいと同時に、ですね、さらに改良したものをね皆さんに動画でねお届けしたいなと思って、はい、まあ僕はこういう時、はっきり言ってね、こういう動画を出す時は時間がないかネタ切れでございます。それではね、ご紹介していきたいと思います。はい、僕普段ランク上げてるダンジョンは裏木工場ですね。はい、裏木工場編成をご紹介したいと思います。はい、リーダーのシルビアシャウトですね。リーダーのシルビアシャウトにスキルチェーン体制6つに、誰の演技にケチつけてんだよ、テニプリのイケメンの子ですね。はい、でチャコルですね。チャコルに小学生完全クライム体制、スキルチェーン6つ、コンクエストレコード、アレキサンダー大王の武器ですね。でフランキーフランクに、小学生スキルプラスで、これはどちらもこっち満字でね、スパナイが足りないなという時にランク上げの時も使うんで、はい、もう回復アシスト無効解除になってますけど、で、スキルチェーン2つ。で、10連ガチャッパー。で、これ、もう上限解放とかやったら、まあいいんじゃないですかね。はい。わかんないけど。はい。で、こちらがファスカですね。ファスカに超覚醒スキルプラス。で、スキルチェーン6つ。今まで、グレモリーからの、誰だっけ、狛犬みたいな女の子。あとでもう名前を調べときます。はい。が、グレモリーの HP、固定されるんですけど、それが、夏休みにね、レイラン出ることによって、バンドのね、この2ターン内で最大 HP が2倍ということで、この積み要素がなくなったんですよね。はい。そちらを、まあ、出てくればいいんですけどね。はい。という感じで、はい。やっていきたいと思います。で、こちらが、サブのウルトラですね。サブのウルトラにスキルチェーン4つ、カンピラ2つ、6連ガチャパーつけております。これスキブ2枠必要なんですよね。はい。で、フレンドさんの、ウルトラに、カンピラ2つ、スキルチェーン4つで、ショーテル武器つけてもらってます。で、バッチは HP プラスじゃなくて、一目せ。バッチは経験値バッチです。はい。はい、それでは、ちょっとね、タッチペンが、どっか行ってたんで、はい、探しに行ってました。はい、それでありました。はい。それではね、裏木工場の限界。はい。裏手話の限界。裏木工場の絶対者。それでは、最高。バモスってね、阪神の選手の掛け声なんですけどね。いや、今、ごめんなさい。空振って、間をどう埋めようかって思った時に、適当にバモスっていう言葉、とりあえず言っとこうって思っただけです。はい、ここね、とりあえずね、チャクル貯めたいんですよね。チャクル貯めないと、もうね、2フロアでパーン、もうやられるんで、はい、もうパーンやられないために、チャクルをね、貯めないとダメなんで、まずチャクルの上についてるアレキサンダー大王をつけてあげて、で、シルビアシャウトさんの上の、サンターヘイストつけてあげて、で、ファスカ使ってあげると。はい。で、この、フランクリン、なんかの、はい、10連ガチャパー使って、で、一旦貯めてあげると。はいはい。はい。そうすると、ウルトラが上がってくるんで、とりあえずウルトラ変身させてね、HP をとりあえず回復させようと。この時にね、もう倒さへんようにね、もう気をつけないとダメなんで、はい。もう、落ち込むさん来たら、もう、落ち込むさん来ないように、はい。お祈りゲーですね、これは。はい。で、あとは1コンボと。はい。これで多分ね、3勝決まることないんで、はい。OK。で、チャコルが溜まったら、もうこっからもう全力でぶっ潰しに行きます。はい。はいはい。で、指奪いがね、多いんでね、僕、よう、グダるんですよね。あ、グダったらほんますいません。グダったらノーカットか、カットなしかどっちがいいんやろうね。はい。でもね、昨日ほんま阪神がね、ほんま良かった。僕見てないんですけどね、はい。ちょっと昨日ね、そう、動画投稿をね、ちょっとね、飛び飛びになってたんですけど、さすがに僕もね、もう、お盆休みということで、はいはい、そういう、お盆休みというかね、はいはい、なんか、はい、まあ、ちょっと、
ほんまね、15日にちょっと出る予定やったんですよね。15日に出る予定だったんですけど、もう、もろに台風直撃して、はい。それで、出れなかったんですよね。出れなかった。はい。何もなかったみたいに、なんかゾロみたいに言ってますけど、はい。出れなくて。んで、もうね、もう、ほんまにもう、なんでやねんと思って。でも公共交通機関一切動かへんし、んで、ね、これ、もうどないしたもんやと。あ、水吸収なら OK ですね。OK。つうか、これ、あ、これね、L 字とか結構ね、組んであげたら。まあまあ、無理せんでいいんですけどね、別に、これ。組むか。はいはい。でも公共交通機関とかも全然動かないし、もうね、最悪やった。で、その、夜にね、もう台風が上がる、もう、それるであろうっていうタイミングまで、もうね、あんだけね、もう、皆さんなんか、あれや、これ、爆弾1個残んないよ。あー、これ嫌い。これ嫌いなんよね。はい。っていうミスが起こるんですけど、まあまあまあ、大丈夫です。はい。で、そう。台風がもう飛び、どっか行きますよっていうタイミングに合わせて、はいはい。僕は、まあ、あったやん。OK。計算通り。計画通り。で、そのね、僕はその、まあ、生配信とか見てくださってる方は、ご存知だと思うんですけど、まあ、ちょっとヘビースモーカーでして、はいはいはい。それ、ちょうどね、なくなったんですよね。はい。で、もう、それだから買いに行って、ええやろ、と思ってたら、ブゴーン、風が吹いてきて、ちょっとコンビニまで、なんで、ちょっと適当にね、はいはい。まあもう、チャリで行ってきたじゃないですけど、はい、行ってきたんですよ。はい。そうしたら、見事そのタイミングで突風がポーンと吹いて、で、なんかもうわからんけど、チャリがブワーンってなって、はい。右足の親指の爪がやられました。はい。やっぱ出るもんじゃないんですね。はい。ちゃんと気をつけないとあかんね。ちゃんと、事前にね、用意できるものは用意しとこうと。まあ、僕の場合ね、もう食料よりね、はいはい。もうニコチンがガソリンみたいなもんなんでね、はい。僕にとっての、はい。ちゃんとね、エナジードリンクは補充しとかんとあかんなっていうね、思いましたね、今回の、はい、経験で。何の話やねんと思って。はい、で、まあ、昨日はね、ちょっと出かけて、はい。無事に出かけられて。で、まあ、お休みしてたっていう理由なんですよね。まあ、ほんまね、15もね、生配信したかったんですけど、じゃあ15か、じゃあ14か。もう回線がね、やっぱね、こんだけね、天候が荒れるとね、もう安定しないんですよね、その結構。で、ね、まあ多分ね、ぐるぐるなっちゃうと思うんで、まあそうなるぐらいやったらね、もうええかと思って、はい。ごめんなさい、さすがにこんだけ喋ると喉乾くわ。はいはい。で、暗闇は効かないんで、はい。で、ここでシルビアシャウトさんが溜まってるんで、はい、チェック入れてあげて、こいつだけ最悪ね、滅ぼせればいいんで、はい。で、ここ、消せないんで、はいはい。よし。はいはい。いや、でもちょっとね、僕ね、阪神がね、ちょっと阪神ファンなんですけど、いやーもうちょっと、まあ、もう、ちょっともう、マジック点灯したよ、マジかって、マジック点灯した瞬間、僕寝てたんですけどね、昨日お出かけの疲れて、はい。普段ずっと家で、パソコン触ってるんで、はい。まあ、起きて、マジック点灯やーって知って、よかった。実はね、僕、もう、ね、10年前、11年ぐらい前か、もうごめんなさい、もう全然阪神とか知らない方からしたら全然思んないと思うんですけど、はい。もう日本シリーズ、ね、下克上と言われるね、阪神がその CS 導入されてから、3位で、まあ、A クラス入りして、そっからね、CS を勝ち残って、あれなんですよ。日本シリーズに出た年があって、
でその時にソフトバンクとやったんですよね。それの甲子園1戦目と、まあ、最終を見に行きまして、はい、僕もリアルタイムで、はい、もしかしたらね、あの阪神ファンの方いらっしゃいましたらもう出会ってたかもしれないですね。10年前に、10年前か11年前か13年前かに、はい、もしくはそのね、あの関西に甲子園に来られたあのホークスファンの方、はい、もしかしたらあの時出会ったかもしれませんっていうのでね、はいはい、いやもう頑張ってほしいなと思ってね。多分ね、僕阪神がね、日本シリーズとか CS とか行ったら多分僕生放送とかちょっとどうしても減っちゃうんで、はい、そこら辺はね、はい、ご了承ください。はい、はい、でここはセルフ無効貫通って僕勝手に言ってるんですけど、はい、適当にね組んどいたら勝手に抜けます。はいはいはい、あ、なんか L 字決まったね。まあまあ L 字は組んどいて全然損はないんで、むしろ今 L 字組まないとダメでした。はいはい、OK。このね、爆弾がね、うまいこと消せんかったら僕、積むんですよ。2個はちょっとしんどいなぁ。ここでやろう。ナイスパズル、ナイス爆弾を利用したパズル。あ、OK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 。よいしょ、OK、シャイ。で、あと3ターンでしょ？はいはい。ここら辺であれなんかな？ここら辺であれなんですけど、この最近ね、10連ガチャパワーのヘイストとかで、はい、何度でも上げれるんで、はい。大丈夫っす。で、OKOKOK。ちょっとね、あれ、グレモリーからのタイミングのね、出てくれればね、よかったんですけど、はいはい、その分の、はい、トレー高がなさそうなのと、あと、ちょっと編集時間とかね、考えたら、ちょっともう、やってる時間がなさそうなので、はい、ちょっと出てこなかったらごめんなさい。で、10フロアで、あ、バルディンが出てこなかったら、もう、ここはね、あれなんですよ。バルディンが出てこなかったら、10フロアでね、バルディンが出てくるんで、10フロアで核戦法を飛んでくるんですよ。その時に10連ガチャパー使ってあげるっていう意味で、フランキー・フランクリン置いたんですよね。はい。でもこれが出てこうへんってことはもう、核戦力を今後飛んでこないんで、はい、もう大丈夫です。はい。やべ、光存分に繋がったけど、まあ、さすがにね、上限解放されたウルトラさんが2体いるんでね。はいはいはい。オッケー。あ、出てきた。このフロアやった。よかった。よかった。取れたかあったわ。はいはい。で、ここで、HP を上限、解除させてあげて、で、ここから、はいはい。はい。で、ここで、はいはい。ちょっと待って。はいはいはい。はいはい。で、多分ね、HP が2倍になってるんで、めちゃくちゃ回復するんですわ。はいはい。で、14万何本なるんで、はい。で、着用の軽減も効いてるんで、これで、あの子が出てきても、あ、そこは出てこいよ。まあまあ、とりあえず耐えれますわ。こんだけ HP やったら、はい。はいはい。よかった。さえ取れなかった。出てきてくれて。グレモリー出てきてくれてよかったよ。僕、バルディンの、どこに出てくるかしか、覚えてへんかったからさ。はい、事前に確認しようと思ったんですけど、髪の毛気に入ってたから、ちょっと確認するのを怠っておりました。申し訳ございませんでした。はい、すいません。はい、ちょっとでも髪の毛気に入った時ね、なんかそう、分かります？この髪の毛気に入った後って、必ず僕、そのどんな髪型になってても、もし万が一似合ってるって言われたとしても、なんかってがっかりしちゃうんですよね。なんかそこの気持ち共感してくれる方はいらっしゃいません？なんか。いらっしゃらない。もうね、ね、髪の毛切ったらがっかりするよね。うん、ほんまに。なんかね、なんかがっかりしちゃうんですよね。
その日一日も何もやる気なくしちゃうんですけど、はい。まあ今日はね、さすがにね、もうちょっと動画投稿の頻度もね、空いてるということで、ちょっとね、チャンネル登録者さんにもね、もう申し訳ねえって、っていう気持ちになるんで、はいはい。本当にね、はい。OKOK。よし。ビビプラント。はい。気球集なんですけどね、もう全然ね、これもね、セルフ無効貫通全然いけるんで、はい。はい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 、しまって、コーヒーがなくなってきた。オッケーオッケーオッケー、次ぐらいでいけますね。もうチャコル使っとこうか。オッケー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 、はいはいはい。多分ね、火をね、3消しにしてあげればすぐ抜けるんですよ。よし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 。こっからね、もうコーヒーがあとわずかしかないんで、あんまり喋りすぎると、ちょっと喉を乾くんで、はい、ちょっとできないんですけど、そこは申し訳ないです。はい。で、14フロアで一撃だけ許してあげよう。はい。これで、はいはい、来い。これ全然楽勝なんですよ。ただ指奪われてるんで、もうミスったらもう、はい。命取りやと思って。あれ？結構指長いな。思ったらなかったっすね。オッケーオッケーオッケー。オッケー。言うてね、もうウルトラがほとんどね、吹っ飛ばしてくれるんで、一撃入れたらもう十分なんですよ、ラファエルさん。一撃も入れたらあかんかったよ、ほんま、今んとこは。はいはい。オッケーオッケーオッケー。で、ここは、無効貫通で抜きたいんですけど、こちらのね、フレンドさんのね、スタイルチェンジ、なんとか、ショーテル武器ついてる方のウルトラが、上がってる時抜きたいんで、ここね、三消しにしてあげて、三消し、もしくはもう全部繋げちゃう。四消しはしない。四消ししちゃうとね、指定色がね、消され、あ、ちょっと待って、消すぎすぎ、おっ、危ない危ない危ない。よし、こんぐらいだと大丈夫なんですよ。で、ここでウルトナ使ってあげて、んで、フランキー使ってあげて、はいはいはい。はい。はい。まぁ、ちょっと水ミスってるけどね、だいぶ。まぁ、あ、まぁまぁまぁ、さっきのね、3消しであんだけ削れたんでね、はい、余裕でしょ。OK, OK。はいはいはい。で、次あと4ターンで、南方なんとかも溜まるんで、はい。で、この黒ヘキサーが、覚醒向こうからの、莫大なダメージを飛ばしてくるんですけど、はいはい。それも、レイランの武器で耐えます。はい、そうっすね。まあこれ使ってもええんやけどな。もうまあ前かちょっとね、威嚇しちゃうとしちゃうでちょっとめんどくさいんでね、ちょっと消費ターンが多くなるんで、はいはい、はいはいはい、 OKOK。 で、縦貼ってから別にね、左さえね、もうタコ殴りにしとけば、はい、もう全然、右最悪、時間奪われても大丈夫なんで、はい。もうこれでいいか、はい。よしよし。よーしよしよし。いや、もうめちゃくちゃね、その、髪の毛、ね、僕いつも通ってるところが、通ってるっていうか、なんかその可愛らしい言い方じゃなくて、なんか、そのね、切ってもらってるところが、あれなんですよ。めちゃくちゃシャンプー気持ちよくて、今日なんかスッとするやつに してみました、言われて。いや、確かにスッとするなーって思ってたんですよ、って。で、僕たまにシャンプーしてもらってる時に、もうほんま寝ちゃうぐらい気持ちよくて、はい。いや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 、これとりあえずあれやな、もうそろそろもうこれ使うか、もう。ちょっと具材すぎもあかんしね、もうこれ使っちゃおう。はい。聖召隊天元様、よし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 、はいはいはい、オッケー。でも適当にね、時間潰して、はい、はいはいはい。でチャコロだけ貼っといて、もうここも、あごめん、ここいらんわ。まあまあまあ、1コムだけしといて、はいはい、鎧。オッケー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 。
で、これでタコ殴りにした回数が達したので、はい、解除されると。で、その間にね、ファスカも溜まってるんで、はいはい。はい。はいはいはい。はい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 。オッケー。はい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 。で、ロック解除、ロックされると、はい。ロックされたら、まあ、解除しよう、ロック解除なんですけど、はいはい。解除しよう、ロック解除。とりあえず、ロック解除優先で、はい。はい。OK, OK, 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 OK. これ何分くらい撮ってるんやろ。適当に、会話で繋いでるつもりではいるんですけど、これ何ターン、何ターンやったっけ、はい、?2 ターンの間ね。2ターンの間ね。OK, まだ多分ね、消せないんで、光だけ3つ消しにしとこうかな。はい。で、いや、ちょ、5個消しぐらいにしとこうか。ワンチャンね、こっちドラゴンキラーがあるんで、削れるかもしれないんで、ここもダメージ調整がね、ちょっとめんどくさいんですよね。OK, OK。はいはい。で、じゃあここら辺か使おうか。よし。ミスった。逆やった、使うの。まあこんなこともありますわ。はいはい。はい。OK。で、こういう時はミスしたら、もうこれでね、皆さんのあの、火力を底上げしてあげて、はい。はいはい。で、ここで取り戻せば、いいだけなんですよね、別に。はいはい。はい、これで。で、光を重点的に消せれば、まあ、いけるでしょう、ということで。はい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 。OK。これで、真ん中の奇跡も、ゲット。まあ、なんでね、裏修羅サクサクやらんのって言われるんですけど、単純に門松を取るのを忘れてたのと、あと、明らかにね、こっちの方がね、もう、報酬もうまいんですよね、結構。たまに上限解放とかも落ちるんで、はい。あと、僕その、ほんまにもったいないお化けなんで、はい。スタミナ効率は、よくあってほしいんですよね。はい。一応これは無課金アカウントなんで、はい。さすがにね、メインアカウントはね、もう頑張っちゃったんですけど、はい。で、この、光ヘキサの場合は、もう、チャコルさえ、忘れんかったら、負けることないんで、はい。はい。はい。よしよしよし。はい。OK。はいはい。ルーレットも OK と。はいはい。いやー、でも今日阪神のテレビあるんかなー。ちょっとね。まあね、その野球ファンの方だったらご存知のように、まあセリーグファンの方しかご存知ないか。ちょっとね、なかなかね、まあ、CS を契約しないとね、松田スタジアムでの、まあ、これはね、もう、しゃあないことなんですけど、はい。なかなかね、ないんですよね、テレビがね、はい。僕、CS はね、ちょっと契約してないんで、はい。多分、契約してもそんな、ほんまに野球しか見ないんで、オフシーズンとかもったいねえなと思って、はい。僕が入ってるのは、トラテレだけです、はい。オッケーオッケー。で、水になったんで、どうしようかな。三消しぐらいにしようか。ちょっと三消しぐらいにしとこう。これだけで、多分ね、これだけでね、いい感じなんですよ。OK, OK, OK。で、気になったんで、もう行きましょうか。はいはい。で、チャクルもちょっと溜まったんで、チャクル使って、で、俺に任せろも使っといて、火力の底上げもしといて、
で、これも使っといて、そっから、まあ、エイラン武器使ってから、これ裏、めっちゃ裏がやってましたね。なんか、ジャパネットみたいになってましたね、今、僕。待って、これのつながりは。はい。はい。まあ、いけるでしょう。はい、OK! で、はい、戻ってまいりましたと。閉まらんかったな、はい。すいませんね、はい。これで、ね、経験値見ていきましょうか。はい。経験値がね、一周169,266、7、はい。一周100、1000万、10万、100万、1000万、1億、1億6900万ぐらいですね、はい。それでね、1036にもなりましたんで、はい。まあ、わかる人にはわかるんですけど、はい、ちょっともう、めんどくさかった、はい。っていう感じで、柴犬丸はランク上げしているということでございました。はい。今回はこの辺でお開きにしたいと思います。長時間お付き合いくださり、ありがとうございました。はい。皆さんもお疲れ様でした。今回のお相手は、髪の毛切り立て、ほやほやのゆうでございました。それでは、よろしければ、チャンネル登録、高評価していただけると、まあ、嬉しいです。モチベーションの向上につながります。向上委員会です。ございます。はい。それではね、皆さんも、もう一回言うんですけど、ありがとうございました。